むかしむかし、あるところに貧しい粉引きのお父さんと3人の息子が住んでいました。いくら働いても食べるのがやっとで、財産といえるものは粉引き小屋とロバと1匹の猫だけでした。ですから粉引きのお父さんが病気で死んだ時、残されたものを分けるのはとても簡単でした。一番上の息子は粉引きの小屋を、真ん中の息子は粉を運ぶロバをもらいました。そして末の息子に残ったものは猫が一匹だけでした。チェー、どうして僕は猫だけなんだ。これでは粉引きの仕事もできないし、皮を剥いでも売れやしない。僕一人だけ損をした。そんなに心配しにゃいで、まあお聞きなさい、ご主人様。え、まあ私に任せてくれませんか。私に大きな袋と長靴をください。そうすればこの私はあなたが思っているほど悪い分け前ではないということがわかりますよ。息子は猫が喋るのを聞いて驚きました。でもこの猫が賢いことを前から知っていたので、何か考えがあるのかと思い、言う通りにしてやりました。長靴を履いた猫は2本足で立つと大きな袋を担いで森の奥へと行きました。猫がやってきたのはウサギがたくさんいる森でした。さあさあ、袋にウサギの大好きな餌を入れて隠れていよう。きっとウサギがかかりますよ。にゃん、今だ、えい、すっごいぞ、やったぞ。こんな大きなウサギ見たことない。いにゃんにゃんのにゃん。猫は狩りがうまくいったので大喜びしながらまっすぐ王様のお城へ向かいます。ほうほう、これは立派な大ウサギだ。カラバ公爵の言いつけで王様に贈り物を持ってまいりました。にゃんにゃんのにゃん。カラバ公爵って誰でしょう。そんな人本当はいないんです。それは猫が末の息子に勝手につけた名前でした。おお、そうであったか。次の日、猫はトウモロコシ畑へ行きました。袋の口を開いてトウモロコシの陰に隠れていて、トウモロコシを食べに来た鳥を次から次と捕まえました。猫は捕まえた鳥を袋に入れると、またまたお城へと行きました。おお、今度は太った鳥の贈り物か。ご苦労であった。カラバ公爵にくれぐれもよろしく伝えるように。王様はひげを撫でながら言いました。そしてたくさんの金貨もくれました。ある日、王様はお姫様を連れて川へと出ることにしました。にゃにゃ、猫はまたまた作戦を考えています。さあさあ、今すぐ川へ行ってください。にゃん、さあ急いで服を脱いで、川で泳いでいるだけで幸せをつかむことができますよ。にゃん。末の息子は頭をかしげながらも川へ入っていきました。王様の馬車が通りかかった時、猫は大きな声で叫びました。大変です、大変です、カラバ公爵が大変です。カラバ公爵が川で泳いでいる間に、盗賊に着物も靴も何から何まで盗まれてしまいました。王様、どうぞお助けくださいにゃん。なに、カラバ公爵が。よいか、すぐに行ってカラバ公爵に似合う立派な服を持ってくるのだ。息子は貴族のように立派に見えて、王様もお姫様ももううっとりです。しめしめ、私の思った通りになってきたにゃん。猫は小さな声で言いました。どうです、カラバ公爵、私の馬車で一緒に散歩をしませんか。よし、うまくいったぞ、次の作戦だ。猫には次の作戦がありました。王様たちの先回りをして、小麦畑で働いている人たちに話しかけました。おい、みんな聞いてくれ、もうすぐここに王様がいらっしゃる。この小麦畑が誰のものかと聞かれたら、カラバ公爵のものだと言ってください。お礼にチーズを分けてあげましょう。
いいとも、カラバ公爵って言えばいいんだな。頼みましたよ。猫はまたまた先回りをして牧場へ行きました。おいみんな聞いてくれ、もうすぐここに王様がいらっしゃる。この牧場は誰のものかと聞かれたら、カラバ公爵のものだって言ってください。お礼に美味しいパンを分けてあげますにゃん。その頃、王様の馬車は小麦畑へとやってきました。この広い小麦畑は一体誰のものじゃ？はい、全部カラバ公爵のものでございます。ああ、なんという広さだろう。この土地は誰のものかな？はい、カラバ公爵様のものでございます。ほほー、これはまた見事な牧草地をお持ちですな。はい、王様、仰せの通りです。王様はすっかりカラバ公爵が気に入ってしまいました。にゃにゃ。猫はまたまたどんどん先回りして、今度は人食い鬼の住んでいる大きなお城にやってきました。恐ろしい人食い鬼は魔法の使える大金持ちで、今まで通ったところはすべてこの人食い鬼のものだったのです。待て待て、ここは魔王様のお城だ。何の用があってやってきた？近くまで来たので魔王様にご挨拶したいのですが。なかなか面白い猫だな。猫が褒めそやしたので、人食い鬼はすっかり気をよくしてしまいました。ところで、聞くところによると、あなた様はどんな大きな動物にも姿を変えることがおできになるそうですが、まさか象やライオンになるのは無理でしょうね。我が輩に不可能はない。よく見るがいい。お見事でございます。私感動してしまいました。でもまさか小さなネズミになんて無理ですよね。何？ネズミだと？よく見るがいい。今だ。猫は天井から飛び降りて、パクリと一口でネズミになった人食い鬼を食べてしまいました。はあ、やっぱりネズミはうまいね。こうしてはいられない。もうすぐ王様の馬車が来る頃。ようこそおいでくださいました。ここはカラバ公爵のお城です。にゃにゃんのにゃん。この城もやはりあなたのものだとは。こんな素晴らしい城は見たことがない。王様はカラバ公爵が立派なお城にいてもちっとも威張らないので感心しました。そしてすっかり公爵のことが気に入って。公爵殿、一つ相談なんだが、姫の婿になってもらえないだろうか。末の息子のカラバ公爵とお姫様は結婚することになりました。それからいつまでもいつまでも幸せに暮らしました。それはすべて長靴を履いた賢い猫のおかげでした。ね、思ったより悪いわけ前じゃなかったでしょ。